酔いしれたい味がここにあります。地のお酒と地の料理、そこには北海道の魅力をひも解く物語が隠されています。北海道に酔いしれて道南編。三方を海に囲まれた函館市は年間500万人が訪れる国際観光都市。恵まれた漁場から豊富な海産物が水揚げされます。函館市のシンボルともいえるイカはもとより、ウニやアワビ、ホッケ、ブランドマグロとして評価の高いトイマグロなど、新鮮な海鮮を楽しみに来る旅行者も多くいます。美味しい料理はお酒の魚にぴったり、あとはこれに合う地酒が欲しい。しかし約半世紀の間、函館には地酒と呼べるお酒がありませんでした。せっかく地元にうまい海鮮があるのだから、訪れた人には函館の地酒と一緒に楽しんでもらいたいというのが多くの函館市民の願いでした。そんな思いが地元企業と函館高専地域連携協力会を突き動かし、ついに2021年11月、函館市内で54年ぶりとなる酒蔵、五稜の蔵が旧亀尾小中学校跡地に誕生しました。酒蔵は学校の跡地ということで、どこか懐かしさを感じる風景。そしてここには今も学び屋としての姿があります。函館高専と連携した酵母や発酵の研究をするラボを併設し、日本酒の未来に向けた人材を育成しています。地酒五稜は蔵のある亀尾町で採れた酒米をメインに、地元の超軟水を使うことで優しい口当たりと米の旨味甘みが口に広がるのが特徴です。派手さはなくとも普通に美味しくて、破壊く酒を目標に丁寧な仕事を積み重ねます。破壊くとは函館弁で、ついつい飲んでしまうという意味。食の宝庫函館では酒の魚がこと欠きません。特に新鮮な魚介と地酒のマリアージュはお酒が破壊きますね。道南には他にも美味しいワインやビールの醸造所、お酒が楽しめるレストランがたくさんあります。ぜひ足を伸ばしてみてください。